闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。スポーン、はい、始まりました。日刊マインクラフトの時間でございます。イエーイ、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。そして私が氷河期に現れた恐竜キックマックスです。ハルモンクです。ヨです。では早速やっていきましょう。はい、水に落ちる。コロナ解決症だけは持ってこう。あ、今回敵全然わかんねえじゃん。はあ、まあ一回デスポンさせたから。なんだこれ、大当たりって書いてる、このえ、お、看板なんかあったんじゃない。いいことある。やべえの湧いた、やべえの湧いた、魔術師だ。よし、でも無力化した、殺せ。どこから湧いた。あった、こいつだ。あった、壊した。よし、ぬわー、ちょっと待て、一回待て、大当たりは結局大丈夫だったか。3だ、大当たり見てない。見よ。いや、敵がいたからね。ダメだ、できません、これは。あ、できないですよね、やるんだよ。なんだこれ、なんだこれ。できた。ふざけてんのか。水に落とされる、すごい、すごい、何回も落とされる。あれー、やべー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 、大当たってどうやって作るんだ。やべー、どうした、やべー、ほら、あー当たんなかった、ちくしょう。まずれい。よし、暗い。ほら、落としたぞ。てめえ、この野郎。何もできません。もう、やばい時、エンダーパール投げて、こっちに逃げてこい。まあ、大丈夫っす。進めい。オッケー。いやー、あかんわ。ガスと、多分スポナーあるんだろうな。隠れてるわ、多分。あ、これかな。いやー、もうこいつらいい感じに水に落としてくる。いや、そんな先じゃなかったと思うな。あ、暗い方がスポナーは見えるな。あ、やばい。どうした、松明なくなった。きたー、ガスト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 、もう一回こう、うおーおー、ちょっと待って、ガスト追ってきてる、ダメだこれ。うわーん、とうとう死んだか。あー、キクが死んだ。やっぱ水攻めはきつかったです。ここやーば、とりあえず中だけ見て、うーん、別にいいものはない。フェイタルショット、ほら、やべえ、こいつは強えわ。もう逃げた方がいい。え、おい、無理だ、一回逃げるぞ。見えない、敵が見、もう、あ、これ、これ上か。あ、違う、これ上じゃない、下か。あ、あれ、これ違う、これで、で、どこ、ここどこ、ここどこ、なんだこれ、どうなってんじゃん。神様、神様いるか、まだ。あ、外出れた。あ、来た、アロマ、後ろにいるぞ。生きることはできるんだが、出口わからんですね、暗いし。しょうがない、行くか。あ、ここさっきのとこだよな。いや、たぶん、あ、さようならよよ。今完全に HP 見てなかったなぁ。失敗した。あ、油断だね、それは。油断が死を招いた、今。いやぁ、あそこは無理。4人で行かないと無理。無理ゲーオブザイヤー。無理ゲーオブザイヤーもいいとこ。装備をちょっと作んなければ。装備、なくなってくなぁ。なくなってくなぁ。とりあえず方向性としては、うん。あそこに行ってみるか。ただ、あそこってさ、どうだった？結局。なんかありそうだった。わからん。とりあえず敵の量多すぎて何も見えなかった。いや、マジやばい。なるほど、ゲロやば。それがわかん。何かありますよ、あれは。エンダーチェストが満杯だ。エンダーチェストが満杯だ。スポーンスケルトンとかいらねえだろ、こんなもん。なんだ、俺。満杯だ、X だ。おー、満杯だ、X でーす。どうも、こんにちは。どうも、満杯だ、X です。ブリ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 。うわ、うんこし始めて、やべえ。やば。キックみたいなやつだな。満杯だ、X さんだ。はい、どうも、満杯だ、X です。ブリ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 。うわ、汚い、やっぱり。ブリブリ。挨拶代わりにうんこしてくる。挨拶うんこ。デンジャラス G さん並みのうんこ率。満杯だ、X さん特有技は何なんですか？うんこ。うわ、やっぱりうんこだ。ブリブリブリ。うわー、めっちゃ。会話になんなくね、あいつ。満杯だ、X さんの好きな食べ物は何なんですか？うんこ。ブリ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 。あ、やっぱりうんこだ。うわー。やべえやつ現れた。基本的に汚ね。汚。やめてくんない？ほんと。あ、マンパイダー X サードシーズンさんだ。はい、どうも、マンパイダー X さんサードシーズンです。ブリ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 。わかってないぞ、あいつ。サードシーズンさんは、ファーストシーズンとセカンドシーズンと何が違うんですか？うんこの量、ブリ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 。やっぱうんこだ。だねー、ほんとに。でも、マンパイダー X さんがなぜこんなにうんこをしてるかわかるか？知るかよ。
視聴者の反応が結構いいから。だってよく考えてみ、さっきキックンの反応どうだった？あ、満杯だ、 X さんだやったーみたいな。確かにめちゃくちゃテンションの上がった。うん、それやっぱ満杯だ X さんもね。そうだね、汚物とはいえテンション上がらざるを得ないでしょ、やっぱ、うん、みんなのために。そうだったのか。そういうことだよ、一人はみんなのために、みんなは一人のためにだよ。はさすが、さすがだぜ。さすがです、俺たちにはできないことをやってのげるね。おお、すごい片言だね。よし、いいぞ。いや、もうちょっと。じゃあ行きますか。もうちょっと待ってって言った、今。じゃあ、もうちょっと持っていこうって言っただけ。焦ってるね、君。笑えるほどに。してくれ。殺してくれって言ったぞ、今。殺してくれ。殺してくれ。殺してくれ。俺を殺してくれ。よっしゃ、行こうぜ。待ってるぞ。え、地獄の先で待ってるぞ。あいつだけキャラおかしいだろ。地獄先生だからね。あ、マンパイダー X ファイナルアタックさんだ。はい、どうも、マンパイダー X ファイナルアタックです。ブリ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 。どうですか、最後のうんこは。最後のうんこ。平成最後にするうんこはどうなんですか。まあ、まだ早くないですか。それは君らも多分体験することになるから。ただ果たして噛み締めるほどなのか。あれ、あそこどうやって行ってたっけ。こっちです。よいしょ。俺は2回行ってるから経験値が半端じゃないでしょ。経験値半端ないです。どれだ、すげえ。あれ、え、俺これ船ないといけねえじゃねえか。あった、そうです。あ、え、俺船乗せて、相乗りさせてくれ。え、ええじゃねえ。キックン、泳いでいくとかいう発想は？いいよ、別にやりたいんだったら。なんでワープしない？え？え？どこまでのワープ？船までのワープ。うわぁ、ここ潰されてる。誰だよ、ここまた置いたやつ。え？ここはね、船までのワープ？あったっけ？え、あったの？その話は知らないぞ。え、そのブレイブは？そのブレイブは知らないぞ。ブレイブは関係ないぞ。確かに、ちょっと待て。前回か前々回開けたような気もする。開けてるからね、だって。え、どこにあった？そんなの。忘れてた。ここまで飛べるんじゃねえかよ、じゃあ。ちょっと、エオヨ、戻った方が多分楽だぞ。エオヨなんてさっき普通に船で来てたぞ。なぜ？そういや。なぜしか言えない。今めっちゃ自分に問いただしてたよね。なぜ？しょうがない。アロマ以外全員忘れてたから。戻ってきたよ。多分、これじゃねえか？ほら、これだわ。ほらじゃねえ。ほらじゃねえ。ほらじゃねえ。もうダメだ。もうわけわかんない。戻れ。すげえ、ここ詰まってる敵が。いや、そこマジやばいよ。あ、これ無理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 、もう水がない場所がわからん。めっちゃ安全に壊せる。なんでスポンブロック、これ超安全に壊せる。ウケる。そこ行きたい。まずガスト倒した方がいいんだかな、あれ。せめてちょっと待って、倒したいが。誰かやれます？俺そんなこと言ってる場合ではない。これ一個壊したら敵来ちゃうから。行って、どっから攻撃してる、あの野郎。よし、このスポンブロック壊すわ。水引いてくれい、水引いてくれい。壊すぞ。多分敵なだれ込んでくるから。やめろやめろやめろ。いい、多すぎだって。中にもあんのかな。うわ、すげえ。中にもある。全然あるよ、そこ。全然あるよ、そこ。そこ。なんでそんな、ゆったりとした感じなの。ゆったり夢気分みたいな、ねえ。いいね、いいね、キックン、それマジ最高。俺がここやってるから、もう。よし、中の壊しに行け。オッケー。キックン、それ係で頼む。跳躍係で。あと、クイックよろしく。あれ落とされた。クソが、こいつ重なってきやがる。うわー、上にもめっちゃいるよ。いい。とりあえず、端だな、次。端だね。ダメだ。キックン、素晴らしい。忍者役に立ってるよ。忍者。クソ、ここにも水が。水はツタで消せ。消したいんだけど、根元がわからん。おー、こっちなかった。もう、きつい。ナイス、この奥に。しむしむしむ。かがり火はないか。ダメだ、あんまり行くな。ここを壊さないと。ダメだ、まだいっぱいある、これ。うわ。数が多すぎる。どう、敵やば。ちょっと、一回退散しない？うわー、ダメだ、これ。やばいやばい、一回退散しよう。退散しようにも、もうどこに逃げればいいのか。
こっちで入り口、逃げても外に逃げても外もやべえ。うわー、パンデミック、逃げろ逃げろ逃げろ。とりあえず一回退散。いやー、あそこでかがり火ないのマジやばいわ。いやー厳しかった。上にも多分2、30個あったね。もうあっちまでどうやって行くかだ。まあそもそもね、ガストのスポナー見つけたら速攻で言ってくれ、言ってくれというか壊そう。そんなチャンスはない。よし準備 OK だぞ、うん、と思ったら準備待てよ。勝つ時もあれば負ける時もある。負ける時もある。プシュじゃねえんだよ。お前ら笑わせんなよ今。いやいやいや、こっちのせいじゃん。いや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 、おめえだろ笑わせにかかってんのは。いや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 、おかしいおかしいおかしい。なんで俺らのせいになるんだ。ああそうだ、鼻痛。くっそ、行きます、もう行きます。少々待ちください、僕装備直しますんで。いつ行けんだよ。ちょっと待てよ、ちょ待てよ。そういえば早くしてください。大変なんだよ。装備直します。飲めーもかよ。うおーコスト高っ。危なっ。落ちちゃった。もういいや。自由すぎる。こういう時は白魔導士はいいね。俺たちは自由すぎる。あ、太陽、よし、飲んでる。とうとう行っちゃいますか、皆さん。まだ一人来てねえし。まだ一人来たよ。追いつくからすぐ。足並み揃わない。お前ここで離れてたら絶対揃わないから気をつけろ。いやそれは言えてる。甘く見すぎ、今まで揃ったことないんだから、せめてここで揃わなきゃダメだろ。いいこと言った。追いつく言ってるからちょっと回ってろ。キックン、いいこと言った。着いたぞ、クイック頼む。まあ落ち着け。クイックル、あれちょっと待って、クイックルワイパー、クイックルワイパー。さあどっちから行く。左。 OK、 あーそこにある。左って言ったのに右にみんな行っちゃった。受ける。確かに。左はまずは左は個多分もうやった。あかり2個3個で、やばいのはこの上。4個5個。うおー結構破壊しましたよ。いっぱいあります上、やばいです。うおー壊せー。よっしゃー、すげー上やべー。よしよしよし。でも壊す、結構壊したぞ。どうだ、クリアじゃない、もうない。あれ、いやいや、下からめっちゃ開くな。こいつどっから湧いてきてる。影に隠れてんだよきっと。真ん中制作者なんか。ああ湧いた湧いた。え、ここ、こっから湧いた。ここに来るとか雑魚かよ。トカルトが無駄に広すぎて辛い。ゾンビは数だよ兄貴。観光モードとかいう甘え。最近暇じゃなくて参加でき、いっぱいある。なんか制作者の声みたいな。そうやね。オレンジジュースもある。届いてます。オレンジジュースすごいのかな、この効果。うわー、オレンジジュースめっちゃすげー。え、やっべ、暗いな。飲んじゃった。あーでも本当に、あ、ここにエンダーチェストある。そう、あ、本当だ、微妙なとこに。30秒くらい、かがり火はあとないか。はあ、なるほど、ここ制作者さんのマイミカンさんの部屋だこれ。ほどなるほどなる。お、松明がやべえ。やっぱりかがり火はないか。ないね。帰るわ。ちょっと松明やべえ。ここに死者の夢っていうものアイテムが あったかもしれないけど。玄関の真上と家の外部、下駄のあたりに隠しチェストがあるんだって。下駄見たけど、レアっぽいのあったぞ。あったあった。おお、死者の夢。どんな効果なのそれ。書いてる？何も書いてない。書いてないよね。データにもないんだよな。そこにだって隠してあるぐらいの謎のポーション。飲んでみるしかねえ。確かに。データテニス。でも飲むと、ああ、ごめん、書いてたわ。移動速度上昇、暗視、再生、のみです。あ、大したことないわ。ふふふ。うえぇん。飲むととんでもないぐらい速くなる。やったな。やった。それはすごい、やった。オッケー、クリアー、帰ろう。イエーイ。帰るのは船でしか帰れない。やばい。多分。船です。船です。あとは死ぬしかない。よし。帰るぞー。イエーイ、寒中水泳だ。わー、ユーフー。ひゃっはー。気持ちいいな、寒中水泳は。うわー、バシャバシャ泳ぐぞ。うおー、バシャ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 、ブワ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 、ヒュー、ブワブワブワ、いやー、俺も飛び降りる。
戻ってきた。帰ってこれるもんなんやな。無謀な攻略方法でもしよう。うわ、盾もいっぱいだな、どこも。こっちまだ。うわ、盾もいっぱいだな。スポナーブレイカー超貴重品ボックスに入れといて。あれ、時送りの盾ってまだゲットしたことない？あー、ないかも。見つけたんだけどさ。あー、それどういう効果だっけ？結構貴重品じゃない？これやばない？どれ？時とともに強くなる盾。あー、これはすごいいいね。でも多分泉の斧の方がいいわ。マジかよ。うん、所詮ノックバックないとダメでしょ。もうお金ボックスもめちゃくちゃでーす。金ありすぎ。行ってみてー。行ってみたいな。エオヨパレス行ってみたい？いや。なんでエオヨパレスすげえ面白いかもしれんぞ。ちなみにこのスポナーブレイカーは本当に重要アイテムらしいぞ。それさえあれば。エオヨが一瞬で死ぬ。わお。かわいそう。ですね、あと必要なお酒は2つでございます。はあ。必要なのが、なるほどね。あとはアクアビテと、チクタクオベア。どこにあるの？アロマ、次の目的地の場所わかるか？っていうか、地図ある？地図は、どっか行ったでしょ。地図、アロマが死んだところのチェストに入ってるわ。まあいいや、金あるから交換するわ。そっちの方が早い。うん。お金あるって素敵だなよよ。お金があるとすぐタクシーで帰りたくなっちゃう。お金があるの基準がちょっとしょぼい。金に飲み込まれてる。もうちょっとなんかあるだろ。飲み込まれてる。よくないぞ。飲み込まれてるね。それはあかん。飲み込まれてる。タクシーは仙人たちが乗る乗り物だから。初めて聞いた。普通の人が乗っちゃいかん。なんで殺される。なんでなんで結構なんでねえねえ。なんでなんでなんで。誰に殺されるの？ねえ。説明して。1から10まで説明してくれないと分かんない。早く。頭ある。頼む。真実には自分でたどり着いた方がいいよ。誰かに聞いた方が早いから。ああ頼む。マジで。教えてくれ。1億円あげるから。5万あげるから、5万。1億と5万くれるの、やったぞ。1億と5万欲しい。めっちゃ5万欲しい。5万の方が欲しいんだ。俺今5万の方が欲しいね。じゃあ、そういう状況になったら絶対5万選んで。っていうような会話。小学校の頃よく切り広げてなかった？いや。クソみたいな会話。初めでした。それを35にもなってやってるのは虚しくてしょうがない。じゃあお前絶対そういう時はそういうようにしろよみたいな。それは言った。マジくだらない。なんねえよ。お前死ぬって言ったよね。絶対死ぬって言ったよね。マジくだらない。死ねえよ。死なねえよ。で、タクシー、なんで？キッキーで精神攻撃まだついてる。なんで爆心し、爆心し。俺は正直、キックに聞いた内容すら今思い出せないもん。何聞いたんだっけ？記憶喪失じゃん。いや、全く思い出せない。くだらなすぎる。ちなみに、アロマ、さっきっていうか、今言ったのが地図上のどこか覚えてる？右下の3連続地点だね。あー、なるほどね。なるほど、わからん。左下行ってない。真下、うん、そう。真下のやつと、あと画面外の。ああ、いや、画面外にあるんだ、これ。はあ、じゃあ、左下と画面外だな、じゃあ。どっちかだな。なんじゃ、あれや。恐ろしい。ヤムチャ。すぐ死ぬ。MSSP の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、熱い YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の、これが合ってる、これが合ってる、お願いします登録ボタンはこちらとかございますので、ぜひご登録の方お願いします。あと下の概要欄にも URL が見えとるやんけ。見えとるわ。